お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アイレディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生、第136回。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市美里にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は2人のお産の瞬間を放送します。1人目は匿名希望さんです。女の子の赤ちゃんです。スタッフさんが出てきますよと言うと、元気な泣き声を聞かせて生まれてきてくれた赤ちゃん、周りから喜びの声が上がっています。コメントはおばさんとおばあちゃんです。それではお聞きください。出てきますよ、お父さん見てよ、月ちゃん、おめでとう。元気に大きく育ってね。みどりちゃんより。いつきちゃん、おめでとう。バーバーだよ。またよしのバーバーだよ。早く大きくなってね。はい、かわいい元気な泣き声聞こえましたね。周りの方のね、嬉しそうな声がなんかすごくわって入ってましたね。おばさんとおばあちゃんもよかったですね。かわいいめいっ子、そしてお孫さんの誕生、おめでとうございます。お母さんもね、赤ちゃんも元気いっぱいということで、皆さんこれからもね、たくさん思い出作ってください。出産おめでとうございます。続いてこちらも匿名希望さんです。女の子の赤ちゃんです。無事に出産して嬉しそうな声が聞こえます。赤ちゃんは髪がふさふさのようです。赤ちゃんと握手、可愛い泣き声を聞かせてくれました。そして家族の皆さんと電話をつないでお話をしているようです。家族の皆さんの嬉しそうな様子も伝わってきます。最後にママのコメントです。それではお聞きください。わー、見てごらん、顔見てごらん、お肉さんさ、そうだね、大きい、触っても大丈夫ですよ。わー、大きい、はい、手を下ろして、赤ちゃんと握手、両手握手、両手握手、よっしゃー、握手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 、よいしょ、18時28分です。ああ、よかった。私ですね。生まれた。死ぬかと思った。死ぬかと思った。大丈夫。ああ、感動。女の子じゃった。先生、先生。はい、ありがとうございます。はい。頑張りましたよ。よかったね、よかったね。コスケも、コスケもあるよ。コスケ、お疲れ様。
おめでとうございます。ありがとうございます。あなたもお父さん、はい、頑張ります。ではまた。元気に生まれてきてくれて本当にありがとう。これからよろしくね。はい、すごくなんか微笑ましいというかね、あれなんですかね、ふるさと離れて沖縄に来た奥さんなんですかね。皆さんの電話での喜びと、で死ぬかと思ったというお母さんの本音がポロリって出てましたけれども、よかったですね、電話で元気を伝えられて、そして無事に出産報告、よかったね、おめでとうございます。赤ちゃんもとっても可愛い元気な泣き声でお父さんも声も入っていましたしね。皆さんよかったよかった、無事にねまた実際に会って赤ちゃん抱っことかできるといいですね。きっとみんなすぐ会いたいはずだからね、出産おめでとうございます。それでは続いて教えて北条先生のコーナーです。今回で第71回目となります。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、私上条美希の対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回は先日の沖縄本に出演された時のお話です。見た方きっといっぱいいますね。前回もね、あの FM 小座のこのスタジオ風景を映してもらったりしたんですけれども、今回はよりね北条先生の思いが多くの方に伝わったのではっていう、あの放送の回になったような感じがしたような感じで話していたね。それではお聞きください。さて北条先生こんにちは。はい、こんにちは。今日もいいお天気ですね。そうですね、少々曇ってきたけど、ちくしょう。でも暖かいね、やっぱり沖縄はね。暖かいですね、すごくさ、今日あの診察が ある日で、今日土曜日なんですけど、お母さんも子供たちもいっぱいで、なんかいつもと違う、木曜日はそうよね、やっぱ土曜日は子連れが多くてね、ありがたいですけど。先生、沖縄本、はい、見ましたよ。あ、どうもありがとうございます。ね、まあいろいろと、あちこち、まあ何ですかね、見て分かっておっしゃったのはね、開業医だからって楽してるわけじゃないよってね。それと真面目にこう本当にね、まあ一生懸命頑張ってるんだよとね。まあいろいろとね、やっぱり世の中いろんな人いるけど、真面目に頑張ってる人が報われる世界じゃないとね、やはり、よくないなとね、だから本当に子供たちのためにね頑張ってますよっていう姿をね、僕ん家まで来たのにはちょっとねびっくりしたけど。ね、なかなかね、伝わりづらいですよね。まあ特にうちはこうね、あの FM 小座さんにも出させてもらったりね、まあそうやってちょっとこう目立つとね、なんかね、いろいろと言う人もいるんだろうけども、なんかお金持ちだからみたいなね、そういうこと言う人もいますけれども、ないよ。ないですか。一生懸命できることは周りにね、投資してね、みんなの周りのためになることをしてるわけであってね。そうですよね。ニコニコ笑って何もせずにお金をため込んでるね、どこそこの人たちとは違いますよ、僕は。そうですね。本当にどこそこは気になる。本当ね、金ないないって言ってる人に限ってあるからね。そうなんですね。ね、でも本当に僕は子供のためになんかね、沖縄で骨を埋めるつもりで来たわけだからね、沖縄の子供たちあるいはお母さんのためにできることをね、一つでも多くということでね、いろいろと頑張ってます。はい、
この沖縄本、うん、先生このテレビに何回か出演されてますけれども、うんうんうん、今回やっとなんか伝わったなみたいなことをおっしゃってましたよね。そうね、うん、まあ、切り取り方っていうのはなかなか難しいけどもね、やっぱりこう産婦人科がハッピーな世界だからそれで捉えるのも一つだけれども、うんうん、僕はやっぱ昭和の人間だからど根性ガエルね、うん、やっぱり本当ど根性の世界でね、別にそのねやっぱりかっこ悪いと思われたくないね、もう本当に地べた張ってでも一生懸命前にぶつかって引いてね、それでも進んでいくね、でそのそういう一生懸命な姿ってね、やっぱ人間どんなにね世の中便利なら変わらないと思うね。だからまあ本当ねスポコンじゃないけどもね、うん、でもよく考えたら今ほら甲子園だって今みんな一生懸命それ向けてさ根性で頑張ってるわけでしょうね、はいはい、そういうのがねそんなにスマートに生きることがかっこいいとは僕はもうやっぱり思わないね。ああ、うん、そうですよ ね、はい、みんなそうやってやっぱりそうその裏でやっぱり努力みんなしてるしね、うん、努力しない限りは絶対にね目を出さないから、うんうん、まあそういう姿をねこう少しでもこう伝われば、うんうん、そんなになんかひょい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 ってねこう子供楽に生まれて楽にやってるわけじゃないよってね、本当に大変なんだよってね、どんな仕事でもですよ別にこの、うん、今回はね確かにボンで産婦人科が取り上げてくれたけれどもね、はい、うん、なんかこの沖縄ボン出たことによって、うん、またこれからもどん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 発信していけるといいですね。そうですね、こんなことが、うん、また1月になんかドキュメンタリー版、うん、今回はね少しボンの中だと今度はまあ本当にまたこう巣の産婦人科医っていうかね、うん、そういうタタタラッタみたいなことをやるんですか、うん、情熱大陸か、情熱大陸的みたいな、うん、またね、どんなシーンを撮られるのか知らないけど、さっきおにぎり食べてるシーンとかどうですかね、産婦人科医、ね、うん、本当、うん、ね、そういうまあやっぱ他人のね他人の畑はよく見えるっていうけども、うん、ね、そうじゃなくてこんなに泥臭くね、うん、必死にやってるんだよっていう姿が伝わってね、で産婦人科になりたいとか助産師になりたいなっていう人が増えてくれればいいなっていうね、そういう、まあ、この前のボンもそういう気持ちで取材をお受けしましたけど、うん、まあ、1月のまた少しドキュメンタリー番組にもねそういう気持ちにみんながなってくれればいいなと思います、うん、はい、はい、はい、面白いね、地べたを張ってね、はいつくばって一生懸命自分の進む道を進んでる人がかっこいいって思う人なんですね。いいよね、これをねかっこ悪いっていう人もたまにはいるけれども本当はそうじゃないんだよね。そうやって一生懸命やっている姿を見てこれから産婦人科医っていうか増えてほしいし、また沖縄のこの沖縄じゃないか、もう世界中の子どもたちがお母さんが幸せになることを願っている先生ですね。うん、おせっかいな町医者を目指すって言ってましたけれども、ずっとこの金がねきっともうなっているはずね。あのね、そんな北条先生、皆さんもう読んだ方もいますかね、本を出版されたんですよ。なんとなんと、お母さんが幸せを感じる出産子育てということで、アイレディスクリニック院長北条秀志先生が本を出しました。先行発売をですね、アイレディスクリニックでやっていますし、先日行われましたクリスマスファミリーコンサートでも購入された方たくさんいたんですけれども、この本をなんとリスナープレゼントいただきました。ありがとうございます。5名の皆様にリスナープレゼントで本をプレゼントします。欲しいという方はFM 小座までメールお願いします。懸命に本、北条先生の本を欲しいですと書いて、本文にお名前連絡先をご明記の上、ぜひ皆さんたくさん応募ください。お待ちしています。それでは、うん、
コーナーではですね、リスナーさんからインタビューの際に北条先生に聞いてほしいこと募集しています。今日もね、8時台に一つ質問あったんですけれども、すごく面白そうな質問でしたから、次ね聞いてみたいと思います。アドレスは 761@fmkoza.jp です。以上、教えて北条先生のコーナーでした。たくさんねコメントが届いているんですよ。ちょっとご紹介しますね。ですね、まずシーサーさんがこの出産音声を聞いてですね、ほのぼのとしたいい風景ですねって。本当ですよね。なんかねすごい、でもお母さんにとっては すごい一大イベントですし、皆さんね本当に頑張ってやっているんですけれども、生まれた時のね笑い声とか声とか赤ちゃんの声も混じって、すごく癒されるほのぼのした音声ですよね。そしてルドルフさんが、このコーナーは本当にいいですねって言ってますね。大塚さん、このコーナー好きって。4日前娘の旦那の弟さん夫婦に第一子の女の子が生まれました。ちなみに私と同じ誕生日です、なんか嬉しいですって。あ、おめでとうございます。嬉しいね、もう自分の子供みたいに可愛がるはずね。誕生日が一緒って、わー、おめでとうございます。そしてシーサーさんが、沖縄には日本の原風景が見られますねってで大塚さん、オンギャーは元気な印って言ってますね。あ、本欲しいですっていう方も早速いますね。皆さんぜひメッセージお寄せください。そしてですね、11月23日祝日に行われましたアイレディスクリニックの第4回クリスマスファミリーコンサート、そして同窓会ですね、リスナープレゼントを行っていたんですけれども、 FM 小座でも当選した方からメッセージをいただきました。ありがとうございます。紹介させていただきます。ラジオネームシーズーさんです。昨日のアイレディスクリニックのコンサートめちゃ最高でした。ありがとうございました。最後のコラボしたわらび神、本当にすごかったです。マジシャンから始まり小蛇さんまで、素敵なショーや歌素晴らしかったです。そしてアイレディスクリニックの院長先生はじめスタッフの皆さん、豪華なファミリーコンサートを企画から運営までお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に言葉では表せないほど素敵な半日を過ごしました。今私のお腹には第2子が宿っていますが、切迫流産と言われ、安静をとずっと言われているのですが、昨日の素敵な歌などを聞いて癒されたので、切迫流産も良くなることだと思います。4時間まで4ナーファイトですということで、あー、シーズーさんありがとうございました。本当にね、このお母さんたちいつもね、忙しいね お母さんたちのために開かれたコンサートでもあるので、こういうことを言ってくれるとすごく皆さん喜ばれると思います。私も見に行ったんですけれども、もう小蛇美奈子さんって小蛇美佐子さんのステージでね、きっとシースーさん見ましたよね。子供たちが駆け上って、大人たちが舞台の下でわらわらと